もうこれで多分ね、すっごい劇的に登山は変わったと思います。現代登山、新九州の神器、ドロンくんササビビドロトギッチです。今回は昔からその登山で3種の神器ってあったと思うんですけど、今だいぶやっぱしいろいろと物も進化してきて、だいぶ大切なものが増えたというか、そんな感じであるんで、それをちょっと紹介していきたいなと思います。ドローン空撮旅人のタヌキニャ。一つ目、これですね。まあもう当たり前ですよね。登山靴です。これはもう昔から三種の神器の一つですね。で、まあ一番人と地球に触れ合う登山ギアですね。これで要するに機能が良かったりとかすると登山しやすくなるという感じですね。で、普通のどう言ったらいいんですかね、運動靴とか行っても、運動靴やったら滑ったりとかするんですけど、こういう登山靴とかやったら滑りにくかったりとかするんで、そういう形です。2つ目はここですね。ザック、バックパック、リュックサック になります。まあもちろん荷物入れるのに必要という形で、これも3種のあれですね、3種のうちの1種ですね。ドローン空撮旅人のカリンだけど何？で、もう一つが、もうその3種の神器のもう一つがレインコードですね。あんまり登山知らない人とかやったら、なんでさ、これが大切なと思うかもわかんないですけど、山の上ってめちゃくちゃ寒いんですよ。で、急に天候が変更したりとかするんで、そういった場合、これを着ると全く暖かいんで、だいぶこれで助けられたりとかするんで、そういった形で、三種の神器に入ってると思います。四つ目が、こういう感じで、GPS ですね。もうこれで多分ね、すっごい劇的に登山は変わったと思います。昔は多分ね、結構ね、標識だけで登山しないといけなかったんで、なかなか難しかったと思うんですけど、これが GPS が自分の現在地が分かるようになって、だいぶ助かるというか、だいぶ良くなったとは思います。ドローン空撮旅人のタヌキニャ。で、5つ目が、ヘッドランプですね。で、これは、もう、だいたい山行って帰って、低山とかやったらもう全然、2キロとかそんなんやったら全然大丈夫なんですけど、まあだいたい低山とかでも6キロとか、それ以上になってくると、結構時間がかかったりとかするんで、で、登山で余裕やったとしても、道間違えたりとかすると、だいぶ時間かかるんですよ。で、それで、日暮れてしまうと、ライトがないともう全く前見えなくなるんで、そういった形でヘッドランプですね、ヘッテンが大切と思って、こちらに、大切と思って、こちらに入れました。で、ライトはね、基本的にね、できるだけ横も見えるような形にしないと、こう T 字路の分岐があったとするじゃないですか。まっすぐと左に行く道とか、まあ右でもいいんですけど、ほんなら左の道が見えなかったりとかするんで、こういう一つのランプやったらかなり危ないんですね。だからある程度周りが見れるようなヘッテンの方が、僕は個人的な感想ですけど、いいかなと思います。ちなみにこれ経験で言ってるんで、何回もそう、ヘタレなんで遭難してるんで。
次が、まあ、ファーストエイドキット、エマージェンシーセットですね。これ、まあ、僕、勝手に自分が、軽量化のために、バーって抜いて、作ってるんですけど、こういう形で、ね、僕は一応、これだいぶ浄水器でも助かったんで、水さえあったら、何日か切れるんでね、遭難して、なったとしても、水確保さえすれば、で、そういった形で、エマージェンシーセットですね。で、まあ、包帯とか、あと、あれですね、僕は布テープとかも入れてます。そんな感じです。これ、UV ですね。UV 関係ないです。これがあったら、まあ、怪我してもある程度、生き残れるかなと。ドローン空撮旅人のカリンだけど何？次はこれ、方位磁石ですね。ある程度もだいたい登山行くときはもうある程度その登山前に多分地図皆さん見てると思うんで、ある程度頭の中に入ってると思うんですよ。で、まあ途中 GPS とかで確認したりとかしてるんで、ある程度の方向とかは分かるんです。まあ、登山ね、でもね、めちゃくちゃ怖いんがね、僕ね、ほんま言うたら、まあ、電気工事士で、アンテナ工事とかしてて、都会やったら、もう全然、方位とかなんとなく分かるんですよ。仙台意識的に、あ、こっち来たよな、っていう感じで。でもね、登山になると、全く関係、能力なくなるんで、もうほんま登山はすごいですよ。ね、地味に曲がってたりとかしてるんですよ。で、いつの間にか自分が北に向かってるなと思っとったら東に向かってたりとかするんで、結構ね、登山はね、危ないんですよ。方位だから結構ね、思い込みが危ないんで、だからそれでそういった形で方位磁石ですね。で、ある程度地図見てはると思うんで、なんとなくやけど、ちょっと道外れたとしても、なんとなくやけど、わかると思うんで、で、これで、そういった時に確認とかしたら、ああ、なんだ、こっち側に行ったらいいねんな、とか、いう感じでわかると思うんで、だから、方位磁石は大切と思います。で、登山専用の方位磁石もあるんですよ。でも僕はもうあんまりこれ使わないんで、これ何か言ったら、確認するためにこう線を入れたりとかするんですけど、まああんまりもうしなくなったんで、一応ね、紙の地図とかはちょいちょい持って行ってるんですけど、まあ別にこんな、線自分でピーって引いたらええだけやなと思って、で、これね、いいんですけど、まあ、この虫眼鏡みたいなものついてるからいいんですけど、老眼にはね。いいんですけど、これね、なかなかね、邪魔なんですよ。ここまで大きかったら。ポケットとかにも入れてるんですけど、結構ね、かさばるんですよ、意外と。だから、もうこれで、吊るして、こういう形で、やってます、僕は。8個目かな ?8 個目。が、これ。チャック付きポリ袋。ビニール袋ですね。になります。これ、チャックね。チャックがあるやつ。これがなんで大切かっていうと、まあまあ、あれもあるんですけど、ゴミとかで、これチャックあったら、どういったんですか、出ないじゃないですか。なんか変な、残飯とか出て、なんかザックの中がぐちゃぐちゃになったりとかして嫌やっていうのもあるんですけど、もう一つがその獣よけですね。命に関わってくるんで、で、これをやっぱし推奨するのは獣よけで、もう要するに匂いをシャットダウンするっていう形ですね。何でもそうですけど、これ残飯入れとか、あとまあいろいろと持っていくときのそのリュックの、そのご飯とかをここに入れたりとかもしてます。
そんな感じですね。だからこれ結構重要で、で、ね、一回襲われたら、クマに襲われると、自分が助かったとしても、まあ、もうね、クマさんも多分ね、射殺されたりとかもするんですよ。で、その間、まだクマが生存、そこの山にいてる時も、次の人にも迷惑かかるんですよ。だから人間が、美味しいものを持ってるって認識させてしまうと、そこで待ってたりとか してて、人が来ると人を襲ってしまうみたいな形になってくるんで、だから結構ね、意外と僕は重要かなとは思ってるんですけどね。あの、残飯消しね。そんな感じです。ドローン空撮旅人のタヌキニャ。で、最後は、なんか、ちょっとおかしいんですけど、ハッカ油になります。これは、これもまあまあ、簡単な話、まあ虫除けもあるんですけど、獣除けですね、になります。で、まあ獣除け言ったら、ね、あの、クマスプレーとかあるとは思うんですけど、クマスプレーって高くて、あの、賞味期限、期限があるんですよ、あれ。確か2年か3年ぐらいでもう、なくな、あの、使えなくなるんで。で、まあ、こういう、防犯スプレーとか、ちっちゃいのとかでも、まあ、ないよりかマシじゃないですか。そんなんとかでもいいとは思うんですけど、ただね、クマスプレーとか、こういう防犯スプレー、弱点があって、飛行機に乗れないんですよ。飛行機、だから持っていけないんですよ。空気の膨張とかいろいろあって。だから、あの、飛行機に乗れなくて、かつ、どう言ったらいいんですか、機嫌があるじゃないですか。僕が考えてるのが、熊ってね、犬の7倍から8倍ぐらい嗅覚がいいんですよ。人じゃないですよ。人の7倍、8倍じゃなしに、犬の7倍、8倍すごいんですよ、だから、嗅覚が。だから、まあ、これを、ピーって、来た時にピーってかけるのもいいですけど、まあ、ちょっと範囲は狭いですけどね。まだ持ってないよりかマシじゃないですか。で、あとは、ふっかけてることによって、こう、クマが食べようとして、あいつら、あの、嗅覚が強いから、どう言ったらいいんですかね、ガーってなって食べるのを諦めてくれるかもわかんないじゃないですか。食べるのを諦めてくれるかもわかんないじゃないですか。だから、ふっかけ取ったらええんちゃうかなって思って、最後これ紹介させていただきました。九州名ですね。わかんないですよ。まだその実験してないんで、どうなるかは。でもやってないよりかマジなんちゃうかなという形で、入れました。大体そんな感じですね。これで多分まあまあ安心して登山できると思いますね。そんな感じで。もしなんかまた大切なものあったら、コメント欄に書いていただくとすごいありがたいと思います。以上、ドローン空撮旅人のトギでした。グッド呼び、チャンネル登録よろしくお願いします。こんなことを、まあいろいろアホみたいなことも考えてますんで、登録してやっておくんなまし。正直ね、これが一番悩むんですよ。これトレッキングポール、これね、一応ね、個人的には僕めちゃくちゃ大切と思ってるんですけど、で、ほぼ持っていきます。低山とかたまに持っていかなかったりとかもするんですけど、すごい僕は役に立ってるなとは思うんですが、あくまで個人的な意見になってしまうんですよね。だから
使わない人は使わないんですよ。でまあ一応ね、だからその仁義で僕としては個人的には入れたいんですけど、いかんせん使わない人もいてるんでなかなかそこら辺が難しくて、今回そのあれですよね、ちょっとまあ補助的なものとして紹介しようかなと思いました。でこいつのまあメリットは、あの重さを要するに腕に分散できるっていうことですね、多少ですけどね。でそんなだからあの力は入れないんですよ。基本的にはあれなんです、そのバランスなので、おっとっとってなった時もこれパッてすると、で滑り止めにとかにもなりますし、だからね安定はするんですよ、すごい登山に対して。だからすごい僕はすっごいおすすめなんですけど、いかんせんいやこれいらんよ別にっていう人もいてるんで、だからそこら辺が難しいんですね。でもう一つ大事なメリットがあって、その足を怪我した時に完全に動か足が動けへんかったら無理やけど、足だからバーってまあ打ったんかなんかするじゃないですか。で、まあ、一応痛いけど動かせるみたいな感じの時はこれで一応なんとか下山できたりとかもしますやんか。だからそういった点でもすごい僕はメリットかなとは思うんですけど、ただもう一つデメリットがあって、あれなんですよね、重さがやっぱし増えるんですよね。で大体これだいぶ軽いやつなんですけど、これ130ちょっとかな。でまあ大体まあ日本で 300g ぐらい増えてくるんですけど、だからそこら辺が、まあ、デメリットといえばデメリットですね。だから重さを捨ててバランスを取ったりとか、まあ、ちょっと疲れをあれですね和らぐためにっていうんでしたら使うべきなんですけど、いやもう全然体力に自信のある人とかでしたら別に使わんっていう人もいてるんで、だからそこら辺がすっごいもう宙に浮いてるんですよね。僕は大切に思ってるんですよ。絶対テント泊になったら重たい荷物ですね、重たい荷物とかやったら持っていくんで、必ず何かあったりとか、ちょっとまあ足ぐねってちょっと痛いなっていう時とかにもこれついとったら普通に歩けたりとかもするんでだからそこら辺ですごい悩む登山ギアなんですよ。これが僕はすごいいいと思ってるんですよ。あとあれですよね、雪山にも結構必須なんちゃうかなとは思います。以上です。